日本の育成の環境を世界に追いつかせたいっていうのが一番の野心なんですね。でヨーロッパとかあちこち回ってきて、向こうがやってる選手育成をまず丸々真似するぐらいのことしないと、今まではまあ日本人は人種的に世界に勝てないとか、バスケットは弱いとか言われてたのが、まあ、僕は世界を見て回ったら、まあ、結局は人種の問題の前にやれること全然やってないじゃんって話だったわけですよ。だから日本で本気で育成環境を整えて本気で選手育成したら、世界のその選手の育成にどれぐらい追いつけるのかっていうのは試していきたいっていうのがまずあったわけです。で、まあ、ざっくりと世界では18歳に向けた育成を進めるっていうのがスタンダード。だから15歳とかでその大会に優勝するとかってことに対してもういろんな物事を何ですかね、最適化するようなことをしてないんですね。18歳の時に最高の選手になるためにっていう過程の中に15歳で試合があったり15歳の練習メニューがあったりするっていう方針で向こうやってるわけです。なので僕は今年から CPM をどうしようかって考えた時に、僕がやろうとしてるチャレンジはその もっと純粋にヨーロッパの育成環境にどれだけ近づけるかってことをここでやっていくっていうのが、まあ、一番の大きなその今年からの方針ですね。なので専用の練習場を建てるつもりで今準備をしていますし、まあ、ご案内した通りです。それを準備して、プログラムも今僕は10アンダー12からアンダー15までの、週3回練習の、まあ、1年分の練習メニューなんで、まあ、全部4年分ですよね。まあ、週3回1年間の4年分のカリキュラムを今組んでます。でヨーロッパはそういうふうに選手育成をしているので、僕らもそうやってで今から選手育成を進めていって、で専門的なトレーニングを施して、しかもその今勝つためのメンバー構成と今勝つための練習メニューじゃなくて、本当にまあ18歳になった時にどんな人になるかってことに焦点を当てた12、13、14、15とかのプログラムを積み重ねていったら、日本の子供たちがどんなレベルの選手になるかっていうことを、まあ、チャレンジしたいっていうのが、まあ、僕が今考えていることですね。それに向けたチャレンジがこっちから始まるということです。じゃあうちのチームにいたら何が手に入るのかって言ったら、そういう一つはまあ選手個人としてのなり得る最高の自分を目指すっていう時に、18歳に向けた僕らが知り得る最適な最高なプログラムを提供するっていうのがみんなが手に入れれるものです。で、もう一つにはあの結構このチャレンジはワクワク感があるんですね。日本のバスケットも盛り上がってきてるんですよ。ワールドカップも出るのも決まりました。オリンピックも決まりました。で、そういった中でこういう環境づくりにチャレンジして、だからまあもしかしたらなんですか、こういう環境自体が3年後とか4年後とか5年後とか10年後とかに、まあ、ものすごくまた大きななんかなんていうんですかね、驚くような他の人がすごい選手が育つのか、すごい家族友達があって、なんかできることが違うとか、まあいろんなことで僕らの取り組み自体がどんな風に表現されるか、どんな風に評価されるか、まあ、ワクワク感がすごいあるなと思うんですね。で、今までの延長じゃなくて、今までと違うことにワクワクしながら挑戦している、あの、大人というか、そういうチームに1年とか2年とか3年所属するっていうことそのものに、子供たちは多分何か感じられるものはあるんじゃないかなと思うんですね。なので、まあ、保護者の皆さんにもぜひその辺を楽しんでもらいたいなと。だからその今までの規定路線上で冷たい子供を預けるんじゃなくて、この先またまあどうなるかわからない、まあ、悪い方にはまあもちろん行かせないつもりですけど、どんな風に良くなるかは全くわからない中で、そのこの環境自体がどうなっていくのかっていうのは皆さんにもぜひ楽しんでもらいたいなっていうのは僕のまず率直な思いです。